こんにちは、ひかりです。今回もハードオフオフハウスお買い物中実況になります。さあ、まずハードオフのね方から、歩いていきたいと思います。でここら辺がねスポーツ用品かな、オフハウスのね。でキャンプ用品とかもあります。でこっちがおもちゃコーナーです。右側が、フィギュア系かな、一番くじとか UFO キャッチャーのフィギュア、やっぱドラゴンボールワンピースは多いよね。でレゴがいっぱい入荷しましたよと、でまあドール関係、リカちゃんとかもありますね、バービーとか。まあブライスとかになるともうショーケースなんだろうけどね、プーリップとかね。そしてベイブレードもあるな。ベイブレードもね古いやつ高いからね、逆に専門店の方が安い場合もあるけどね、おもちゃをね専門に扱ってるところの方がっていう場合もある。でここプラモですね。でこっちが特撮玩具、デラックスの武器系かな、メインは。あとはまあロボと変身ベルト。ロボで今欲しいのなんだろうな、まあどでかい王かな、ジュオージャーの。お、ゼロワンドライバー、ゼロワンドライバーはまだ全然値下がらないね、中古のこういうお店で、オフハウスとかでも。今のなんだっけ、ビルドのスクラッシュなんとかだったの、スクラッシュな、そんな感じだよね。ビルドちゃんと見てないからわかんないんだけど。お、電王、電王ベルト。電王はドライバーじゃなくて電王ベルトなんだよね、名前がね。ゼロワン関係は意外とね下がらないです、今んとこね。でこう見ていくとやっぱりジュウオージャーとか、あ、フォーゼのベルトもあるな、特急ジャーとかキューレンジャーとか、ガオライオンもいましたね。でまあショーケースもあるんだけどね。あー、サウザー、このベルトとか安くなりそうなんだよな。だからいずれ500円ぐらいになるんじゃないかと思ってるんだけどね、どうでしょう。でロックシードとかレンジャーキー、あ、これね判明しました、これターボレンジャーのブルーの乗り物ですね。でロボの足になるやつで、ワンダーライドブック系も結構あるかな。まあ、ガチャポンとか食玩は100円になるのかな、やっぱり。まあもうちょっとしたらまとめていくらとかになるかもしれないけどね、100円とかね。この店舗はゴーストアイコンはめっちゃ安い。ロックシードとかはまあそこそこ値段捨てるのもあるかな。フルボトルもやっぱ安いよね。あ、ウルトラの母ですね。ウルトラウーマンマリー。100円。これね、そこそこ、まあ、そこそこね、レアか。まあ、レアではないか。まあ、そこそこです。状態も良かったんで、全然100円なのはね、お買い得だと思いますよ。で、こっちガンダム系があって、アメコミ系ですね。なんだこれ。まあ、なんかのグッズでしょうね、車掌さん的な。これも意外と高いやつあるからね。お、マーベル T シャツとかもありますね、マーベルの。やっぱドラゴンボール多いな。ワンピースとドラゴンボールは多いな。フィギュア系とか箱なしフィギュアですね、ここら辺が。トミカのね、こうなんていうプレイセットみたいなの欲しいんだけどね、いっぱい。ただ結構置き場所に困るっていうね。
一回組んだら片付けるのがめんどくさいっていうのもある。でトミカもいっぱいあるんだけど、まあ入荷するときとしないときがあるから、また近いうちに行っていきたいと思います。この店舗は割と商品の回転がいいんでね。お、妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチは売れないんだよな。全然こう安く入荷してもね、なくならない。あ、でも前ね、一番くじの A 賞のぬいぐるみが大量に入荷してたわけ、妖怪ウォッチの。それはね、僕が買って2個ぐらいしか買わなかったわけ。でもまだいっぱい残ってて、次行った時にはもう1個もなかった。うん、だから全部買われちゃったっていうか、誰かがまとめて買ったのかどうなんだろうね。さすがに A 賞1個100円だったからね、ぬいぐるみ。さあハードオフに戻ってまいりました。ミニコンポ、まあ、今ミニポンポの需要がどんだけあるのかわからないけどな。もう若い人はもう CD どころか音楽もさ、ほとんど聞かないんじゃない。もう YouTube じゃない、みんな音楽とか聞くの YouTube で聞くんじゃない。 CD 取り込んだりもしてないんじゃないかなと思います。これね、 VR ゴーグルはね、これから、まあ今もだけど大量にジャンクに並ぶと思います。安いやつとか、だって PSVR もあったもんな、別のお店にジャンクで。まあ値段は高かったけど、なぜか故障してるっていうね。こんな早く壊す人いるんだとか思って。まあいるだろうけどさ。これね、ちょっと可愛いんだよね、ドラえもんのミニ掃除機。悩みましたね。これはね、100円だし可愛いんだけど、なんかレジ行くのがめんどくさかったんだこの日。100円の1個持っていくの結構手間だよね。それであいつなんか、そうそう、財布の紐が緩まずにみたいな。でスマホアクセサリーとか、下の方にはねタイプライター的なやつと、あとはプロジェクターとかね。プロジェクターって結構なんかジャンク手出すの難しいよね。だから寿命があるらしいからね、プロジェクターって。まあ今は分かんないけど、前言われた、そういうの。マウスパッド。マウスパッドとかはハードオフで買うと結構いいと思いますね。僕も今使ってるマウスパッドはハードオフで買ったやつですね。で、レトロゲーム機コーナーですかね。お、こっちに来るんだ。こっちはね、またオフハウスなんだけど、ハンカチコーナーとかね、一番くじのハンカチとかがね、50円とかであるんで、そういうのをね、普段使い用に買ったりしますね。昔買ったハリーポッターのハンカチね、今でも使ってるわ。大量にあるハリーポッターの一番くじのハンカチが。で、古着コーナーを、ミニオン、800円。ね、まあね、古着もいろいろあるからね。古着コーナーっていうのもどうなんだろう、需要あるかな。まあまたなんかあれば。そしてキャンプ用品コーナーですね。トランポリンもあります。でテレビとかね、健康用品。テレビって今買い取りあんましなかったりするよね、処分にお金かかるからね。でアクティブスピーカー、楽器類も多いですよね、ハードオフ。ハードオフってなんか思ってるよりなんか楽器に力入れてる気がする。
で、こっちゲーム系ですかね。まあ、中古ゲーム。まあ、別のね、動画でも紹介してるんで、よかったらそっちもね、ご覧になっててください。ということで、今回の動画は以上です。この動画良かったなとかね、思っていただけたら、ぜひ、評価ボタンを押してっていただけるとありがたいです。チャンネル登録やコメントもお願いします。それではまた、バイバーイ。you